こんにちは、えりです。8月31日は野菜の語呂合わせから野菜の日とされています。皆さんは毎日しっかり野菜を摂れていますか？今回のハッピーイオンは野菜不足を解消するアレンジレシピを紹介します。野菜の摂取目標量は1日 350g となっていますが、日本人の一般的な食生活では目標量を満たしていません。あと副菜1皿分およそ 70g をプラスすると野菜不足解消に役立つと言われています。そこで野菜不足解消のアイデアとして、栄養価の高い野菜を手軽に取り入れられる冷凍野菜のちょい足し活用法はいかがでしょうか。ほうれん草、ブロッコリー、オクラなどの冷凍野菜は緑黄色野菜であり、ベータカロテンの補給にぜひ取り入れたい野菜です。まず一つ目は、レトルトカレーに冷凍ブロッコリーをちょい足し、ブロッコリーの野菜カレーです。使うのはトップバリューグリーンアイオーガニックのオーガニックブロッコリー。旬の時期に収穫したブロッコリーのつぼみを急速凍結しました。レトルトカレーはトップバリューベストプライスビーフカレー中辛を用意しました。レトルトカレーを熱湯で3分から4分沸騰させます。ブロッコリーは冷凍のまま 1,2 分茹でます。冷凍だと必要な分だけ使えるのがいいですよね。簡単ブロッコリーの野菜カレーできました。ブロッコリー一つ一つが大きくてゴロッとしていて、彩りも鮮やかでいいですよね。ではでは、いただきます。ブロッコリーの食感もしっかりとしていてカレーと合いますね。レトルトカレーにほんの一手間加えるだけで野菜の摂取量が上がるんですよね。これはぜひ取り入れたいです。2つ目の冷凍野菜のちょい足し活用法は、インスタント味噌汁に冷凍ほうれん草をちょい足し、アク抜き不要のほうれん草味噌汁です。これは本当に簡単です。電子レンジで加熱したほうれん草をインスタント味噌汁に入れるだけ。これだけなんで、すごい簡単ですよね。いやー、でも美味しそうですよ。ちょい足しに見えません。今回使った冷凍ほうれん草はこちら、トップバリューグリーンアイオーガニックのオーガニックカットほうれん草です。有機ほうれん草を旬の時期に収穫、カットし下茹でした後、使いやすいバラ凍結にしました。お味噌汁は3種類の信州味噌とカツオだしを合わせたコクのある減塩味噌汁、トップバリュー塩分 25% カット合わせ味噌4種の具材です。冷凍野菜のちょい足し活用法3つ目は、納豆に冷凍のオクラ&長芋をちょい足し、納豆とオクラ長芋のネバネバ和えです。こちらも作り方は超簡単。冷凍のオクラ&長芋を解凍し納豆に混ぜるだけです。美味しそう。食欲のない日でもさらっといけそうですね。使うのはこちら、トップバリューグリーンアイオーガニックのオーガニックオクラ&長芋です。解凍は凍ったまま鍋でおよそ1分茹でます。納豆はトップバリューグリーンアイオーガニックのオーガニック極小粒納豆がおすすめです。解凍してちょい足しするだけ。どれも簡単ですよね。これならお手軽に野菜を摂ることができます。その他にも毎日の生活の中にトマトジュースや野菜ジュースを取り入れてみるのもいいですよね。栄養補助的にそのまま飲んでもいいんですが、こんなメニューはいかがでしょうか。オートミールのマグカップトマトリゾット風です。オートミールを使うことで野菜から取りたい食物繊維を主食から補給できるので、忙しい時や軽食としても便利な一品です。オートミールのマグカップトマトリゾット風の1人前材料です。オートミール 30g、 解凍したミックスベジタブル 20g、 トマトジュース 150ml、 他ご覧の通りです。まず耐熱性のマグカップにオートミール、ミックスベジタブル、トマトジュース、トマトケチャップとコンソメ顆粒、塩コショウを入れ全体を混ぜ合わせます。ふんわりラップをかけ 500W の電子レンジで3分ほど、オートミールが柔らかくなるまで加熱し、取り出して全体をかき混ぜ粉チーズを散らしたらできました。とってもいい香りがしてますよ。では早速いただきます。おいしい。オートミールもいい感じに柔らかくなっていて、トマトが濃厚ですね。
とっても簡単に作れるので忙しい朝や夕食の一品にこれ便利ですね。トマトジュースはトップバリューベストプライスの完熟トマト14個分トマトジュース食塩不使用です。オートミールはトップバリューインスタントオーツオートミールを使って作りました。タンパク質や食物繊維鉄分もたっぷり取れ癖が少なく手軽に食べられます。もちろんイオンイオンスタイルには新鮮なお野菜も揃っていますが、忙しい時や食事の準備がちょっと面倒だなっていう時にはご紹介した野菜不足解消アイデアをぜひお試しください。ハッピーインフォメーションです。8月30日金曜日はお客様感謝デーを開催。今ついている本体価格からレジにて 5% オフになります。また8月31日土曜日はイオンマークのついたカードのクレジット払いまたはイオンペイのスマホ決済で和音ポイントが基本の10倍です。8月31日は野菜の日。今回のハッピーイオンは野菜不足を解消するアレンジレシピを紹介しました。